八ヶ峠トンネルを十日町側に向かって撮影。野田インター 1km 手前付近。左の空き地は2005年に計画変更になる前の八ヶ峠トンネルの航行用地。八ヶ峠道路は新潟県十日町市の八ヶインターチェンジから南魚沼市のあまり川 IC に至る国道253号の延長 8.5km の自動車専用道路である。 新潟県南西部の上越市を中心とする上越地域と東日、上市南魚沼市を中心とする魚沼地域を相互に連絡する地域高規格道路上越魚沼地域、進行快速道路の一部を構成する。 現道の国道253号は、魚沼丘陵部において、道路の付近が狭く線形不良や、一般通行規制を抱える発火峠を通過しているため、特に冬場の降雪時には、自動車の走行に危険を生じている。また、異常降雪時には交通規制が生じ、経済活動等に影響を与えている。このような降雪、積雪による危険を排除し、十日町。 南魚沼の相互連携、関越自動車道6日町インターチェンジへのアクセスを強化することによって、地域の発展や日常生活の向上が期待されており、地域高規格道路上越魚沼地域、新興快速道路八火峠道路として事業が進められている。2017年11月25日に八火インターチェンジの大インターチェンジ館が開通した。なお、 従来の国道253号発火峠は、開通に伴い、八火トンネル西口新潟県道560号、田沢省栗山線交点が10日、城市、南魚沼市道八火トンネル線、田沢省栗山線交点新潟県道478号、平石西の浦線交点が、新潟県道560号田沢省栗山線、 平石西の裏先行点国道253号交点が南魚沼市道、余り川上野原急国線に変更となり発火インターチェンジもイカスノーリゾート入り口が東急閉鎖区間に移行した。2021年3月30日には発火インターチェンジから発火トンネル西口の旧道も国道指定を外れた。発火峠道路のパンフレットデータに基づく 奇襲点などは次の通り、2005年に整備計画を変更した。当初はトンネル部分を5キロメートルとし4車線道路とする計画であった。しかし、峠部分に広がる西山層と呼ばれる地盤地帯でガスや水の輸出等による難工事が予想されたため、事業費と工期を考慮し、ルートを変更。西山層を避けてトンネルを掘削することになり、 トンネル部分が3トルに短縮された。通行量の観点からは、暫定に車線から高級に車線に変更されたが、設計速度は時速8 0トルのまま据え置いた。また、八海インターチェンジの位置を変更し、新たに野田インターチェンジを追加した。南魚沼市長の伊口一郎は、2017年度の開通予定を前倒しして、 ウオネマ機関病院の開院する2015年6月までに開通させられないかと国土交通省へ打診したことが報じられたが前倒しは実現しなかった。トンネル橋梁、その他構造物、ありがとうございます。